まあ、60年代でビートルズのあれ I Feel Fine っていう曲ですかね、ジョン・レノンがフィードバックを発見したとされてますけど、まあ、一番かっこいいのはフォクシー・レディのジミヘンということで聴いていただきました。はい、では続いてまた早い曲、ファイヤーという曲です。聴いてください。Stay for-
続いてですね、聴いていただくのが、1、2編、結構 いろんな人のカバーやってまして、ボブ・ディラン、意外みたいなんですけど、結構こんなブルースのマシンガントークみたいなのも好んでやってます。放題で、ミハリ・トーカルズとオール・アルミザ・ゴチさん、聴いてください。Yeah.
先日ここにも来られましたよね、王様っていうあの日本語直訳ロック、ジミヘンの曲なんかはさっき2曲目にあったボクシーレディなんか、狐っぽい女とかですね、紫の煙とか、やってます。レッドハウスなんか赤い家とかですね、直訳すると結構間抜けになってコミカルになりますけど、ストーンフリーですね、石の自由ですかね、もう僕らあの英語を歌ってますけど、あの日本語でどんな曲なんか全然知らずにやってますけど、なんとなく分かってもええような感じですけどね、雰囲気でやってます。あのすごい茶道なんですけど、聴いてください、ストーンフリー。
したらやばいぞという話をこの前うんちくをねいただきまして、あ、そうなんだ、やばい曲なんだなと。ちっちゃいおじさんとかですね、煙とか見えたらやばいんだと、ジミヘン70年、1970年のドラッグですかね、亡くなっていますが、やばくならないうちに思い出してよ。まずリトルウィング聴いてください。
持ちしてやってまいりました。はい、一緒に聞いてください。こんな曲です。
Thank you.
ですね、もうあっという間に40分が来ましたね。タコラン最後の曲、スパニッシュキャッスルマジック、聴いてください。ばあちゃん、ありがとうございました。